はい。毎日お昼12時の格闘ニュースのお時間です。最初のニュースです。ワン消滅病読み発覚についてです。ワン日本大会が大感度のもと行われましたが、ただワンは昔から資金繰りが危ないと言われ巨額の赤字を計上してきました。ここに来て王者放出 いや、MMA ファイターの放出が続いていたのですが、なんと、最後の鳥で、キックボクシング王者、チンギス・アラウゾフ選手が放出されたようです。もう、ワンの顔と言っていいような、競合王者が放出されたので、今後は何も目玉がなく、資金繰りがうまくいかず、倒産する可能性が高まったのではないでしょうか。これで、青木真也選手は、ファイトマネー未払いで、4000万の借金にまた借金を重ねるかもしれません。次のニュースです。 ジョニー・ケース引退デマ、雷神参戦についてです。ジョニー・ケース選手が選手生活を引退するという噂が流れていました。 これは、おそだき裏番長の金原正則選手の YouTube で、もしかしたらジョニーケースは怪我で引退するんじゃないか、みたいな噂がありますよ、みたいなニュアンスの、みたいな、しょうもない情報が流れていたのです。しかし、しっかりとジョニーケースが自身の Twitter で、ファンの皆様へ、念のため言っておきますが、私は引退していません。今、雷人と連絡を取り合っており、戦う準備はできています。みんな心配しないで、近いうちにまた会えるでしょう。 ライト級のファイターへのお知らせでもあります。ということで、もうライジンと連絡を取り合っており、戦えるそうです。今後のライト級戦線が楽しみになります。次のニュースです。クレベル、干される、についてです。なんと、我らの土色サめ肌ナポリタンマチフよりダルシムなダルシム小池選手がライジンから干されたようです。というのも、ダルシム小池のツイッターで、今日、社長に会いました。契約もらえなかった、とツイートしたのです。 実際は、これは、実は、ブラジリアンビキニワックスジョークらしく、今後のまあ方針、そして、ライジン前夜祭の打ち合わせだったっぽく、まあ、順調に契約がされるだろうということを弁解していました。今日もうっかりなダルシムさんです。次のニュースです。ロッタン、ライジンファイターと極秘密会についてです。我らのカリスマ・タケル選手との試合をすっぽかしたロッタン選手ですが、 なんと、お気楽なことに、ライジンファイターのレジェンドのキングカズの次男、息子カズと、しょうもないサッカーの試合をしていました。勝手にしてください。ブレイキングファイター、詐欺で逮捕についてです。なんと、またまたブレイキングダウン関係のファイターが詐欺を犯しました。伝説の三等身ファイター、子供ホストことウシが、恋愛リアリティショーに出て、 格闘家やってますと嘘をついてたのです。去年も1試合、平本ョく君のプロデビュー戦に参戦し、ボコボコにされただけで、ただのホストが趣味で格闘技やってると言っていいでしょう。というのも、ここまで練習してないおじさん俳優や、MMA をやったことないアマチュア、キックボクサーのホスト、 などとしか戦ってないので、格闘家とは名乗らない方がいいでしょう。早く詐欺で逮捕してほしいものです。次のニュースです。朝倉みくる、人妻不倫発覚についてです。我らの土色サメ肌ナポリタンマチフよりハワイアンデムの朝倉美っが、なんと人妻不倫がバレたようです。元ディープ王者の顔がコロコロのコロの妻、伊沢聖香ちゃんと松葉崩しスパーリングをしていたそうです。勝手にしてください。次のニュースです。 おぎチャネル、回復達成です。なんと、ゾ理リ会のプリンス、オギチャネルが300年の時を経て、顔が本当にゾウリーになったようです。おめでとうございます。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今週日曜日、プチデミー賞をやります。また、プチ重大発表もありますので、ライブ配信の方をご覧ください。それでは、さよなら,さよなら、さよなら、さよなら。